一体何をやっているのです。疑心と暗鬼はイラついていた。アリスもスノーも売れるラノベらしき行動をまるでとっていない。読者が求めるものは俺 2A 展開のはずなのだ。間違っても丸一日かけてじっくり魔物ボディの扱い方に慣れる過程なんかを読みたいのではない。そんなものは半ページほどでサクッと飛ばしてしまえばいいのだ。大ヒットラノベ化計画に早くも穴が立ち込めてきました。テコ入れが必要です。スラの世界で主人公が最強のスライムになれたのはユニークスキルの存在が大きいはず。そう推理した疑心と暗鬼はスノーにも同じユニークスキルを覚えさせようと決めた。テンスラの主人公と同じ行動をとってユニークスキル体験者を獲得するようスノーに伝えるのです。具体的には性的な不満を覚えることで体験者を獲得できるはずですが。そんなことを言えば殺される。一瞬で同じ結論に至った人形たちはこの計画を破棄するしかなかった。